さあ試合再開となりまして第4クォーターに入ります。ボールオン相手陣24ヤードから佐藤建設ファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストダウン。ここで佐藤建設ランプレーを重ねます。何枠3番ハンドオフから中央突破しまして攻撃権更新ファーストダウン。1回で攻撃更新どうしました。見事なラン決めましたが佐藤建設スタンディングベアーズランニングバック3番佐藤、一橋大学出身。これにより相手陣13ヤードの位置から佐藤建設ファーストダウンテン。さあ再びランプレーです。今度はショットガンフォーメーションからランニングバックに手渡しまして右オープンに展開。キャリア10番、見事なステップワークで約6ヤードのゲインを果たしています。佐藤建設相手陣8ヤードからセカンドダウン4。今度はフルバックのダイブプレー。ランニングバック3番密集点に突破しまして約3ヤードほどゲインをしています。先ほども見事なランを決めた佐藤、ここでも中央のランを削るように取りに行きました。佐藤建設相手陣4ヤードからサードダウン残り1ヤード。再びダイブプレー。キャリア3番攻撃権更新果たせたでしょうか。さあ審判の果てを待ちます。攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしました。これにより佐藤建設相手陣3ヤードからファーストダウントゥーゴールの状況に入ります。エンドゾーンまで3ヤード、4回で取れるでしょうか。タッチダウン。ここでパスプレー。クォーターバック15番プレーアクションからワイドレシーバー21番にパスを投じようとしましたが21番カバーされパス不成功でした。ダウン1つ失いセカンドダウンと変わります。佐藤建設相手陣3ヤードからセカンドダウントゥーゴール。ナイスタック。何枠47番トスを受けて左オープンへのランプレー。相手タックルかわしましたがその反撃を乗ってついてきた大阪府警2番のタックルによりゲインは1ヤードにとどめられました。サードダウンに変わります。素晴らしいリカバリーでタックルをしましたのは大阪府警の2番中谷、龍谷大学出身。佐藤建設サードダウン2ゴール残り3ヤード。タッチダウン。クォーターバック15番プレーアクションから左にロールブーツレックしてロールアウト。ブーツレックは密漁師時代のお酒を隠し持つ仕草に似ているからこの名がついているプレーです。そこからパス、これをワイドレシーバー19番飛び込むようにキャッチしまして見事タッチダウンとしました。佐藤建設6点獲得です。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。ここでキックフェイクでキーププレーに出ました。先ほどタッチダウンを上げた19番右オープンのランで2点を狙いましたがしかしこのプレーは失敗、6点止まり。佐藤建設スタンディングベアーズ13点、大阪府警シールズ3点となりました。しかし見事タッチダウンを決めました佐藤建設の19番近藤、素晴らしいプレーでした。
これによりその差を10点と広げました。佐藤建設、大阪府警の攻撃ワンタッチダウンでは追いつかない点差にすることに成功しました。逆に大阪府警はこの点差を残り7分でどのようにして奪う形を選択できるでしょうか。佐藤建設のキックオフで試合再開となります。さあリターンに入りました。リターナーは83番。このリターンは大阪府警陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。リターナー83番は小山でした。関西学院大学出身。大阪府警自陣25ヤードからファーストダウンテン。クォーターバック8番オプションプレーを選択。自らキープしまして中央突破を図りましたが、このランによるゲインは1ヤードにとどまっています。大阪府警セカンドダウン9、ボールオン自陣26ヤード。今度は中央へのランプレー、何人枠にハンドオフし中央突破を図らせました。キャリア22番密集点に突っ込みまして約3ヤードのゲインとしています。大阪府警サードダウン6、ボールオン自陣29ヤード。不成功。クォーターバック8番後ろに下がりましてワイドレシーバー83番にパスを投じましたが、このパスはカバーされておりパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いフォースダウンと変わります。大阪府警フォースダウン6、パントフォーメーションを選択しました。このパントは佐藤建設陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして佐藤建設の攻撃となります。ボールオン自陣44ヤードから佐藤建設ファーストダウン10。ナイスだ。何枠47番ショットガンフォーメーションからハンドオフを受け、相手タックルをすり抜けて攻撃約9ヤードのゲインとしています。何枠47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤーです。佐藤建設相手陣46ヤードからセカンドダウンインチ。
佐藤建設ファースター、再びランニング枠47番にボールを託しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、見事なラン重ねます。47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤーです。佐藤建設相手陣37ヤードからファーストダウン10。さあここでイエローフラッグが発生しています。反則は果たしていずれのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを展開しました。後ろにバックスに当たる選手が5人いる状態でした。これにより5ヤードバッタイシーファーストダウンやり直しとなります。ボールの位置がおかしい。もうちょっと後ろや。佐藤建設相手陣42ヤードからファーストダウン15。パス成功。クォーターバック15番、ここでワイドレシーバー8番にワンステップパス、これを8番ジャンピングキャッチしまして約10ヤードのゲインを果たしています。パスを投じたクォーターバック15番は河村、岡山大学出身、取りましたワイドレシーバー8番林田は大阪体育大学出身のプレイヤーです。佐藤建設セカンドダウン5。ナイスラン、ファーストラン。ここで佐藤建設好調なランニングバック47番にハンドオフしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファーストラン。ランニングバック47番古川、非常にいい走りを見せています。県立広島大学出身。佐藤建設相手陣22ヤードからファーストダウン10。さあ今度はフルバックにボールを持たせて中央へのダイブプレー。何枠99番、密集点を飛び越えるように約3ヤードゲインを果たしています。ランニーバック99番は森山です。佐藤建設セカンドダウン7、ボールオン相手陣19ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック15番、同じくワンステップパスをワイドレシーバー19番に投じようとしましたが、ディフェンスのカバーがありましてパスタイミング合わず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。佐藤建設サードダウン7、ボールオン相手陣19ヤード。タイムパスを試みました。今度は見事成功させまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、あえて同じプレーを繰り返しましたのはクォーターバック15番の河村、取りましたワイドレシーバーは近藤でした。素晴らしいコミュニケーションです。佐藤建設これにより相手陣11ヤードに入ってのファースト運転。
ナイスさん、何枠10番トスを受けました。左オープンへのランプレー、見事なステップワークで左オープンを展開しまして約7ヤードほどゲインを果たしています。ここで大阪府警が後半1回目のタイムアウトを取りました。長時間守備の状況にありました大阪府警、ここでたまらずタイムアウトを取った模様です。試合時間残り1分15秒となっています。大阪府警としてはここで攻撃権を取り返せないと全ての時間を使い尽くされ試合終了となってしまいます。これを防ぐ意味のタイムアウトもありました。試合再開となります。佐藤建設相手陣5ヤードからセカンドダウン3。さあ中央のランプレー、しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。サードダウンに変わります。キャリアは29番の上野でした。龍谷大学出身。佐藤建設サードダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣3ヤード。タッチダウン。ここで佐藤建設クォーターバック15番エンドゾーンの隅へのパスを投げました。これをワイドレシーバー8番ジャンプしましてキャッチし見事タッチダウンにしています。佐藤建設6点獲得。見事なタッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック15番の河村、岡山大学出身。取りました。ワイドレシーバー8番は林田、大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあここでキックフォーメーションからダンプレーに切り替えました。しかしこのプレーは失敗となりまして6点止まり。佐藤建設スタンディングベアーズ19点、大阪府警シールズ0点となっています。残り時間23秒となりましたが、ここで佐藤建設のキックオフで試合再開となります。スクイブキック、ゴロキックを蹴りまして、さあ大阪府警後ろに回してリターンに入ります。しかし佐藤建設員殺到しまして、このリターン、大阪府警陣27ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から大阪府警の攻撃に入ります。大阪府警自陣27ヤードからファーストダウン10、試合時間残り16秒。
キュービーサーク。クォーターバック8番ショットガンフォーメーションからロングパスを投じようと身構えましたが、これを佐藤建設がキュービーサーク、大きくロスに変えました。ここで大阪 OK 後半2回目のタイムアウトを取ります。大阪府警自陣19ヤードからセカンドロングの状況に入ります。試合時間残り時間6秒。不成功。大阪府へここでランニングバックに一旦ボールを回し、そこからパスを投じさせました。ターゲット83番でしたが、しかしこのパスオーバースロー。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、佐藤建設スタンディングウェアーズ19点、大阪府警シールズ3点で佐藤建設スタンディングベアーズの勝利となりました。しかし大阪府警も序盤、佐藤建設のお株を奪うようなランプレーで見事攻勢に攻め、その一勝にかける奮闘を見せました。素晴らしい戦いでした。そして佐藤建設も新たな試みを前半さまざまな形で行っていました。後半はあえて自分たちの手堅い本来のフットボールに戻しましたが、この試みが来シーズンの新しい佐藤建設の礎になることを期待したいと思います。本日は応援ありがとうございました。大阪府警チーズナイスゲームでした。両チームともに今シーズン A ブロックに関してはほぼ成績が確定している状況にありますが、しかしそれに対して来季に向けての素晴らしい戦いを見せていただきました。この配信は XE ウエスト全13チームの共同企画により、すべてのチームおよび画面に今映し出されているさまざまな方々のご寄付ご協賛によりまして実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方であってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。
そんな何かが集い、現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながら、ついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し、応援していきたいと思います。そして次へと進む、この物語の続きを楽しみにしつつ、ここでこの配信は一旦終わらせていただきます。この後、チャンネルを変えまして、再び行われます第3試合、リードイフォートエルサイ、三重ファイアーワードの一戦も配信させていただきます。皆様、長時間のご視聴、ご観戦ありがとうございました。それでは、失礼いたします。